トラノ門琴平タワーは、東京都港区トラノ門一丁目の超高層ビルで、ある。琴平宮グルの敷地には、株式会社コモン・平会館ビルにより、1965年に、コモン・平会館ビルが建設されたが、大援化や、耐震性改善に対処するため、三井不動産と、共同で建て替えることとなった。2002年8月8日に起工式を実施、約2年3ヶ月の後期の後、 2004年11月25日に、春工式が取り行われた。事業比率は、三井不動産65.75%、株式会社コモンこと平会館ビル27.16%、宗教法人ことひぐ7.09%で、春工後に日本ビルハンド投資法人が、コモンこと平会館ビルの持ち分を取得。同投資法人は、2006年には、 千代田区丸の内の JFE ビルディングと交換する形で三井不動産の持ち分を追加取得した。ピロティの山道鉄骨構造の地上を26階、地下3階建てで、最高部の高さは115.2メートル。総合設計制度を活用するとともに、琴平宮の余剰容石率を活用している。下層部は高さ10.5メートルのピロティで、正面の桜田通りから、 琴平宮グへの参道となる。その脇に高さ3.5メートルのガラス張りのロビーが設けられた。建物のうち1階、3階、26階は宗教法人琴平宮、ラグ4階から25階にかけてのオフィス部分は日本ビルファンド投資法人が所有し、日経ラジオ社他複数のテナントが入居する。最寄り駅は東京メトロ銀座セントラノモニ駅で、 桜田通り地下を走る東京メトロ日比谷線にも本ビル近くに虎ノ門ヒルズ駅が建設中である。神社の参道と一体型になった再開発ビルは国内でも最初で唯一であり、他に寺院の山門と一体化した関は不動産関西南未踏ビルが2019年、竣工予定で建設中となっている。ありがとうございます。